はい、皆さんこんにちは。通夜館内師の横山です。今回は京都市伏見区の上醍醐にやってまいりました。パチ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 ということでね、醍醐寺のね、山の上のね上醍醐にやってまいりました。世界遺産のね醍醐寺ってのはね、下醍醐と上醍醐に分かれてまして、山の下にあるのはね五重塔とかがあるのが下醍醐で、山の上がですね上醍醐になっております。今ね山を追ってきましてですね、今現在地ここですね。ここからですね、上醍醐を回っていきたいと思います。まあ、山道もね結構1時間ぐらいかかったんですかね、結構しんどかったですね。距離はそんなないんですけどね、石段が結構急なんですよね、スティープで、まあ、なかなか大変だったんですけども、醍醐さんは弘法大師の孫である西方利元大師の階層になると、醍醐とは五味の中最上の地味と言われ、それは牛乳を生成し、楽となし精錬を重ねて出来上がったものを言い、弘法大師は真言の教えをして一切仏教の最初のものであるとして醍醐をもって、例えとしていると。まあヨーグルトですよね。まあずらずらずらと書いてありますけどね、上醍醐への道は険しく難所であるが、まあいろいろね、書いてありますね。石山寺の方にね抜けれるようですね。ここにね事務所がねオフィスがありますね。早速ね国宝が出てきましたね。青龍宮拝殿って書いてありますね。1088年に創立であると。この堂は1434年に再建され現在に至っていると。邸宅風の手法を用いたつつましやかで親しみやすい建築で、古風で純粋な伝統的手法が繊細で垢抜けした姿で生かされており、洗練された気品を備え高く評価されているということですね。国宝で、ひわら葺きですかね。下はこんな感じですね。これがね、醍醐水ですね。醍醐寺発祥の霊泉であると。醍醐とは乳製品で、五味の最上なるものの名称であるが、この寺の場合は心の彼として仏法が最高であることを言わんとするものであると。ああ、ここに水がありますね。赤水ですね、これね。儀式の時に使うね、水ですね。セレモニーに使うね、水ですね。ここに蛇口があるから、ここから出るんでしょうね。イエス。はい、イエス。ここになんか社がありますね。岩があって、ここにお堂がありますね。
ここからね、国宝の、ね、屋根がね、よく見えますね。桧原葺きですね。結構ね、山道はね、なんて言いますか、あまり舗装されてなかったんですけども、上醍醐のね、上の方はね、結構一段がしっかり舗装されてて、歩きやすいですね。ただやっぱり歩いた後なんでね、登った後なんで、まあ、結構しんどいですね。ここに仏さんがいらっしゃいますね。ここに石塔がありますね。これは何でしょうか。あ、永代供養ですね。なんか再建予定地とか、ね、ここになんかお堂を建てるんでしょうね。三条ご案内、薬師堂、五大堂、如意輪堂、開山堂、国宝と、あ、まだ15分ありますね。結構きついですね。山の上なんでね、暗くなるとね、一応なんかライトみたいなのありましたけどね、ほとんど長いんで、暗くなるまでに降りないとね、結構大変ですね。木の用心。あ、これも国宝ですね。薬師堂。素晴らしい。この堂の創立は、現在の堂は1121年の再建になったもので、三条伽藍においては最古の建築物で、数少ない平安時代の遺構として貴重なものであると。あえるまたはいわゆる本瓦の最も古い例の一つであると。本尊薬師如来坐像は、脇寺の日光学校菩薩像を共に国宝されており、聖徳太子。素晴らしい。中は入れないんでしょうかね。国宝って感じで。素晴らしいですね。これも桧和田葺きっぽいですね。
ますね。ありますね。これは長寿屋ですかね。休憩所がありますね、ここにね。あ、向こうにもあるわけですね。こっちは五大堂でですね、修験道のね、五大堂ですね。変なお相撲でしょうか。ごま炊きしてるんでしょうかね、これ。ごま炊きみたいな感じですね。あ、立派ですね、すごくね、五大堂。醍醐天皇御願により907年に建立された五大堂であるが、再建の都度に主空にあい、秀頼再建の様式を伝え、昭和15年に再建されたものであると。大法会が厳守だ。2月23日セレモニーが、ね、行われるみたいですね。あ、すごく立派ですね。まあ、比較的新しいですね、これね。これ多分縁のお角でしょうね、これね、縁の行者。あ、ここに杖がね、ありますね。
が並んでますね。ちょっと舞台みたいになってますね。これが如意輪堂ですね。重要文化財。ちょっと読めないですねこれね。豊臣秀頼に再建されたものであると。素晴らしいですね。縁結び白山水権現って書いてありますね。開山堂重要文化財。1608年に新築されたって書いてありますね。三条最大の建造物であると。山頂ですね。450メートルですね、これね。素晴らしいですね。あ、でかいですね、やっぱりね。一番大きいって書いてありましたからね。でかっ。はい、ということでですね、今回は、京都市伏見区のですね、上醍醐をね、散策参拝しました。まあ、下から登ってくるのはね、450メートルありますからね、結構道がね、急なんでね、まあ、ちょっとしんどいですけどね、まあ、見応えがありますし、国宝もね、重要文化財もたくさんあって、見応えがありますので、ぜひね、上醍醐ですね、参拝、散策されることをですね、おすすめしたいと思います。最後ここに何かありますね。何でしょうか。これは古墳みたいなのがありますね。古墳ですね、これね。上醍醐陵ということで、白河天皇皇子のね、お墓がありますね。はい、ということで、終わりたいと思います。